はいえな、ー、さんこんにちは DZH Financial r e s e a r c の和田です。えー、ただえば九月二十日の水曜日ですね午後の二時八分ぐらいになりますけれども SBA FX ニュース始めていきたいと思います。まああ FMC がですねまあ本日からあ昨日からですね始まっているというようなこともありましてえー、公表のけえー。えー 会合の結果ですねこちらの公表が明日の日本時間のですね明け方の3時に今控えているというようなこともありましてなかなかですねまあ上下にですね抜けきれないという相場が展開が続いています昨日アメリカの長期金利の動向にですね左右されるような形で狭いレンジ内でのですねまあ取引が繰り返されているという形となりましたそして今日の東京市場も朝方こそ神田財務官の方からですね全く値動きが出ていないにもかかわらず円安建設発言こちらが が出た中でまあ、介入への警戒感等もあって一旦下押しをするんですが、下押しも極めて限定的に終わりまして、また再び下値を切り上げるなどえー、方向感ないですね。狭い連中の取引が引き続き続いているという展開となりました。まず、あ、そこら辺もう1度ですね。詳しく見ていきたいなと思います。 はいえー、こちら見てもらってます動画は、昨日から1日調社のおどれの5分チャットです。昨日朝方こそ147.51まで安値をつける場面があったんですがその後は実時の回答が入る中でじりじりと下値を切り上げる展開となります。そして、えー、9月、えー、欧州時間入りまして前日の147.88を1銭だけ上抜けまして一時147円の89の高値まで値を上げるという展開となりました。その後はユーロドドルルが買われる中、全般的なな売りりととという状況となりますと いったんは147の57まで下押しをするんですが、アジア時間につけました147の51の手前では下げ止まりとなります。その後、アメリカの長金利が一時、10年下り回りで4.3%ト割り込みまして、4.2966%という安値があったんですが、そこからは一転してですね、大幅な上昇、昨日は4.3667%と。 8月22日のこれまでの高値が4.3618%だったんですけれども、こちらを上抜けました、4.3667%まで金利が上昇する中で、ドル円も147円のアジア時間の高値89を上抜けまして、一時147の92の高値まで。 値を上げるという展開となりましたまあ、ただこちらですねご存知のように9月15日の年初来高値が147-95の9号だったですね、えー、こちらがかなり意識されますとその後はですねまた揉み合いとなって2億市場を引けるという形となっていますそして今日の東京市場を見てくださいこちらなんですね 今日冒頭でもお話ししましたように、ほとんど値、ね、動きがない中であったんですけれども、朝方ですね、神田財務官が円安牽制発言を行いました。こちらを受けまして、147の6級までポジション調整の売りに押される場面があったんですが、結局、そこが底値という形になりましたね。そこからは、今日はご討日ということも手伝いまして、アメリカのやはりいいですね、金利の、がですね、やはり上昇局面にある中で、やはり、 実時の買いがですね断続的に観測されます。結局は147円の8号まで買い戻しが入っているというような状況となっています。まあ、ただ、朝方の高値が147の86ですので、朝の高値はまだ抜けきれていないと、こんな状況ですね。まあ、非常に狭いレンジの中で行ったり来たりがですねついているということが分かります。 今日も下値のトメドを確認する中で、入浴時間、昨日の入浴時間のやすで147の57や、昨日の安値の147の51といったあたり、こちらがサポートとしてかなり意識されるという展開となっています。それでは、冷やしのチャートで確認をしていきましょう。こちらです。 まあどれにですねかれこれ9月に入りましてずっと抜けきれていないんですね。で、昨日も結局は9月の15日の年収ら高値、じりじりと年収ら高値を更新し中なんですけれども、15日の7円の9号がまだ抜けきれていないと、こんな状況です。ここを抜けてくるという状況となるのであれば、何度もお話ししていますように、長めのチャートを見る必要がありますね。昨年の10月の31日のの月日戻り高値こちらが8円の8号と あと1円上になりますけれどもこちらがですねチャート上は相当重要な戻りの目ドということがわかります。 下サイドに関しましては、また直近のところに戻りますけれども、やはり今日の安値の147の69もそうなんですが、やはり15日の安値ですね、昨日の安値、ね、147の51、そして15日の安値が147の34になっています。そして13、14の両日つけまして安値が147の02、そしてそのすぐ下、一目転換線が146円の93に来ていますね。まあ、今日はこのあたりまで下サイドとしてはですね、意識すればいいと。 いうような状況となっています。まあいずれにしましても FMC を受けましたアメリカの長期金利の動向次第ということになりそうです。イーロドルの方も確認しましょう。 ユーロも結局のところ行ってこいのような状況です。アジア時間1.0675が安値。その後、ドイツの金利の上昇を受けまして、欧州時間1.0718まで買い戻しがある場面があったんですが、0七台維持することができませんでした。アメリカの長期金利が大幅な上昇となる中、1.0676まで下押しをして、二億市場を引けるとこんな形となっています。今日の東京市場も1.0678が安値ですね。そして戻、戻り高値が1.0690。 非常にですね狭いレンジの取引が続いているということがわかります。こちらも日足のチャートで確認しています。色度に関しましても十四日ですね一点マル六三二の直近の安値があるんですがそこをそこにしまして昨日は一点マル七一八まで買い物される場面があったんですが結局飛見になってきてしまっているというところ。一目の転換線一点マル七マ一がですねかなり意識されているということがわかります。 下サイドに関しましては14日の丸六3 2を抜けきれるかどうか同時に5月31日のですね安値がこちら1.0635だったんですけれどもこちらはですねとりあえず抜けてはいるんですがしっかりとまだ抜けきれていないとこんな状況ですねそしてここにしっかり抜けてくるようですと1月3月の15日の安値1.0516と続くという形になりますけれどもこちらもいずれにしましても今日の FMC 次第ということになりそうです。 そして、昨日ちょっと動きありましたが、ドルカナダですね、見てください、こちらです。昨日はですね実はカナダドルの買いが一時強まる場面がありましたが、ドルカナダの下落ですね、こちら、一時100ポイントの下落になっています。1.3494から1.3381まで急落。まあ、ただ、すぐヒゲをつ、ね、けまして、買い戻しが入って、まあ、ドルの金利がです、ね、急上昇しましたので、ヒゲにかけましてはドルの買い戻しになりましたけれども、昨日はカナダのですね8月の CPI が発表となっています。 カナダの8月の CPI 年率で3.8%の予想のところが4.0%と相当強い数字となりました。こちらを受けましてカナダドル買いが強まったというところでドル売りカナダドル買いですね、こちらがドルカナダの下落につながったというところです。下値としましては一目の転換線がですね、こちらかなり意識されています。今日の一目、失礼しました一目の雲ですね、今日の一目の雲の上限が1.3388なんですね。 昨日の安値が1.3381ですので昨日の安値付近のところが相当意識されるということが分かっています。はいえー、それでは今日予定されています、主な経済指標をこの後を確認をしていきましょう、はいえー。こちら見てもらってます。今日予定されています、この後の主な経済指標ですね。5時に8月南アフリカの CPI、6時が7月ユーロ圏建設指数、そして8時には7月アメリカ、南アフリカの小売上高と続きます。9時半にはエルダーソン ECB 専務理事の講演。 11時半には EIA 週刊在庫統計と続きます。そして何と言いましても、翌3時ですね、FMC が政策金利を発表、同時に経済金利見通しも公表される予定となっています。30分後の3時半には、パウィル・ FRB 議長が定例記者会見を行いますね。そして明け方の6時半には、ブラジル中銀の政策金利の発表も控えています。 いずれにしましても今日ですね FF、えー、金利の末置きというのはほぼ確実視されている中で市場の注目としましては同時に発表となります経済金利見通しでのドットチャートこちらのですね情報修正がどこまで行くのかこういったところですね非常にポイントになってきますそしてまず確認しなければならないのは今年あと2回11月12月にですね FMC がの会合が残されてますけれどもこちらで追加の利上げが を見通しているのかどうかというところですね。まですから、ドットチャートの一番左側の2024年の末のですね、え経済えこの金利ドットチャートの中央値が前回同様にあと一 世界の利上げをですね見通しをしているのかどうかこういったところをかまずですねそこを確認するということそして、えー、高い金利をですね維持しなければならない長い間維持しなければならないという見通しが高まる中で2024年のですね、えー、中央値がさらに上に引き上げられているのかどうか そしてさらに言えば、一番右側に位置しています、ロンガーランという場、えー、ところですけれども、いわゆる中立金利をです、ね、表すところになっています。この中立金利、しばらくの間 2. 5、2.5%のところでずっと合かじまいなんですけれども、もしかすると、この中立金利のところも、情報修正可能性も出てきているんですね。ですから、いずれにしましても、ドットチャートの上方向への修正がどういった形でされるのかといったところですね、えー、こちらをかなり注意深く見極める中で、アメリカの金利動向を探っていく。 とということになりそうですそして介入への警戒感の話ですけれども、朝方ですね、やはりカウント債務官が再び、ですねほとんど値動きがない中で、この急激な,急激な円高、この動きがあった場合にはです、ね、急激な円高、急激なです、ね、ドレンの上昇ですね、こちらがあった場合には、あらゆる手段を排除せずに対応すると。 そして同時にイエレン財務長官の方からもですね、発言が見られています。神田財務官とですね、かなり緊密に連絡が取り合っていると、まあ、ただ水準というよりことではなくて、えボラテリティをですねの高さをですね、慣らすためのお介入であるのであれば理解を示していると、まあ、こういったですね、発言が聞かれました。神田財務官のこれまでの発言をですね、鑑みてみますと、 神田財務官の考える急激な動きというのは大体1円50銭とか2円ぐらいの時ですね、前回も1円50銭、その前も2円動いた時にですね、あらゆる手段を排除せずという発言が見られています。ですから、おそらくですね、ですけれども1、1%以上の急激なドル円の上昇があった場合には介入をするですね可能性もまあゼロではないと、こんな状況になってきているわけです。ですから FMC5 または今週末の日銀 の決定会合がありますけれども、こういった中でドル円が例えば2円ですね、ぽーんとこう急騰すると、こういう状況になったときになって、初めて介入のですねことが現実的な問題として、マーケットとしても反応,反応するだろうと、こういう状況になってきているわけですね。ですから、こういったところを踏まえつつ、ですねこの,この今日の今夜のですねドル円の動きも見ていかなければいけないというところだと思いますそれでは今日の解説をおい,いたします。